とことんやみ込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイブラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は無謀ビルドをやってみようと思います。無謀がまずこれですね。ウィザーアーマーの無謀ポーション針やクールダウン。そこに、槍と無限ダイナモのハープクロスボウ。で、アーティファクトは、エリクサーのカバン、キノコ、稲妻の矢筒。これですね。で、行ってみようと思います。ちょっと槍はね、ダメージが低いんだけども、無謀を入れると、これぐらいのダメージを与えることができます。結構与えれますよね。で、さらに、エリクサーのカバンで、常にパワーポーションを取っていけば、こんな感じです。これは全然いいんじゃない？で、さらに、無謀は遠距離系に弱いので、遠距離系は、この無限ダイナモで倒していけば問題ないんじゃない？相性いいと思うんだけどね。とりあえず行ってみましょう。それでは行きましょう。ハイブロックホールです。モブの速度が 30% 増加。で、遠隔モブが雲に置き換わる。そしてプレイヤーは成長を持ってるっていうことですね。はい。いつもならダイナモを貯めてからスタートするんだけども、今回はダイナモは、まあ、行きながら貯めますね。問題ない。おっしょ、オッケー。パワーポーション取って、このダメージはいいね。オッケー。火力高い。まあ、ただ、HP はね、低めっていうのはあるんだけども問題ないね。特に今のところ、やられる前にやる感じで全然いけてます。で、あと槍だね。一番いいのはやっぱ槍、打点が先にあるのでダメージを受けにくい。これはやっぱりね、素晴らしいよ。 OKOK 問題なくいけそうです。で、多分キャプテンは、後でいるだな、これは。うん、最後の手前にある洞窟。あそこの中に、固まっていると思います。うん。こう、キャプテンはね、かなり居やすい場所なので、多分6体間違いなくいてくれると思います。お、いいよ。いい感じ。あ、で、強制戦闘か。ここはちょっとめんどくさいんだよな。あ、いや、違う。ない。強制戦闘がない。大体あるんだけどね。ああ、何してんの？大体あるんですけども、今回はなかったのかな？いや、先にあるのか？まあ、ないならないですごく嬉しいんですよね。はいはいはい、いけー。で、この無限ダイナモはね、ちょっとした回復薬の働きもしてくれるので、いいっすよね。HP がぐーっと減った時に、一発で全回復してくれるんで、それが素晴らしいよ。素晴らしい。あー、固まったりすると死ぬんだって。固まると、ほぼほぼ死んでしまうので、注意が必要です。あ、ここね。はいはい。ということは、もうここは、キャプテンはいなさそうです。はい。井戸の中に突っ込みましょう。井戸の中到着。あー、パワーポーションが切れてるな。まあいいや。大丈夫でしょう。おいおい。ちょっと待て待て。待てよ。あー、霊気がいてちょっと戦いにくいよ。よし、オッケー。ナイス。で、神秘で、まずは、モブ HP 190%、ナイス！素晴らしいね。ちょっとぬるかったんで、厳しいやつが来てくれて嬉しいですね。なんだ、次は、クリーパーに変わる。あー、まあいいんじゃない？さすがの HP 高くなってきたよ。いいね、これぐらいになるといや
やりがいが出てきますね。ちょいちょいちょい、あと1個の神秘は何が出るかな。こっちいる？いない。ここは確実にいるっぽいな今回は。はいはい、あと3発ダイナモが残ってる。これで倒しましょうか。あぶねえ。キャプテンはね、よし、ちょっとあれが効かないんだね。おお、プレイヤーのダメージ 60% 減少。これは厳しいぞ。これ厳しいな。多分敵もそう簡単には倒せなくなってると思うんで、これはなかなか厳しい。いやでも、うん、やりがいはあるかもしれない。やっべえやっべえ、これダイナモでいかんとちょっと厳しいかもしれない。クリーパーがあの感じで倒せないならちょっと難しいよ。うん、これキャプテンも厳しくない？いやーだよね。ちょっと待て、あーミスった。最悪最悪です。あぶねえ、あぶねえ。ちょっと待って、ダイナモがこれはないと厳しいので貯めます。 OK、 元に戻りました。ね、これは減らないね。クリティカルでやっとか、クリティカルでやっとがっつり減らせる感じですね。なるほど、これ厳しいよ。で、ナイスキャプテンいた。よし、ちょっと待て。おお、あれで倒せないか、あの近距離で。よし、とりあえず全部取りました。プレイヤーダメージが 60% 減少して、危ねえな。で、モブ HP が190。あ、待って喋ってたら死んだ。待て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 、危ないな。とりあえずダイナモがないとこれはちょっと厳しいので、ちょっと溜めながら行きましょうか。やっべえなやっべえな、あそこやば。おーいって、あぶねえ。これうわ死ぬね。2発くらった死ぬわ。危ない、爆発食らっても死ぬ。マジで注意していかないといけませんね。確実に周りを倒していって、後ろから急な攻撃が来ないように。いけ、あ、いけた、いけた、いけた、抜けた。 OK、 あー、影のブリューをね1個出しておきたいところなんだよな。安全に行きます。おいって、おいって、いきなりかい。まずい。いきなりのピンチ。影のブリュー、よっしゃ。ちょっと待て。影のブリューがあれば、なんとか。危ねえ。ちょっと待て。よし。とりあえずこいつらを倒せる。おっ、危ねえ。危なー。影のブリューをちょっと多めに出しときたいな。これひでえな。 OK、 とりあえずここは OK。 なんも無理。エンチャンターから、あー、そこなんかえらい溜まってるな。あっぶねえ。ちょっと待って、エンチャンターやりたいな。無理か、これ使うけない。あっね。で、出たらすぐに退避して下に行きましょう。危ないよ。バカ、攻撃すんなって。うわ、危ね。これきつい。
よし。とりあえず影のブリを出しながら行かないとこれは死ぬね。ナイス。よし。レイスがあそこで待機してやがるな、あいつ。嫌なやつ。よし、ちょっと待って、レイスをやろう。オッケー。影、あー、影出ない。影が出てきてくれればね、本当に心強いんだけど。あっぶねー、アイテム取って攻撃が止まるタイプのやつ。やっべ。オッケー。次何が来る。怖い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 って怖いって。もう、こういう地味な戦い方はねしたくないんだけども、こうしないと勝てないんだよな。よし、とりあえず一体ずつでいいから倒していけ。あぶねえ。オッケー。まだいる。あ、まだいるな。おい、一発でそんな減るんかい。もう仕方ない、ポーションバリア使おう。影、よし、オッケー。まだ使わんでいいね。一体しかいないもんね。オッケー。よし、次は嫌だね。直接集めてから。やべえ、あぶねえ。これでいこう。あと遠距離だけ。いった、遠距離だけだね。ちょっと戦いにくいな。止まるな。よし、危ない。遠距離だけだったらまあまあまあいけるね。ナイス、いいよ。ここで影の武竜は嬉しい。そこにもいるんかい。よし、もう少しだ。地獄のような HP だな、敵。待てよ。よし。ああ、やばい。あぶねえ。やっべえな、これ。ちょっと待て。こっち倒したが良さそうね。あ、いや、まずここだな。まずそこ。うわお、危ねえ、危ない危ない危ない。そろそろ終わりじゃないの。まだ、やべ、まだ終わらんのか。長いって。やべ、あー、本当に長い。うわー、ミスった、ミスった、やばい。最後の最後にマジでやばくなった。これはまずい。影のブリューがないと死ぬな。あっぶねー。なんとか生き延びたけど、ピンチには変わりなし。やべえ、ちょっとずつでもいいから減らしていくんじゃない。やっべえ、減る。よし、 OK。 こんだけ影のブリューあればまあまあまあなんとかなるね。で、ダイナモも10溜まった。いけるっしょ。おい、急なダメージがでかい。よし、もうちょっとのはず。よっしゃ、
もう終わりでしょ。ま、オーケー、いけたー。最後ちょっと厳しかったな。はい、ということで今日は、槍ダイナモ無謀でやってみました。その火力だとしても、ダメージ 60% 減少、 HP 190% 増加だったらば厳しいです。倒せない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。